七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース七時またぎ。今朝のコメンテーターは、えー、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、取り上げるニュース、こちらです。今日、自民党総裁選告示日、上川外務大臣ら合計9人が出馬を表明。 岸田総理大臣の後継を選ぶ自民党総裁選はきょう12日に告示されまして、27日投開票となります上川陽子外務大臣はきのう都内で記者会見し、総裁選への立候補を表明しました国益を守り、存在感を示し、そして国民に理解され、支持をされる国をつくるために、総理を目指し、ここに総裁選に立候補することを表明いたします。 えー、昨日の会見の模様をお聞きいただきました。まあ、二人目の女性候補ということになりまして、まあ、出馬正式表明、会見まで行ったのは9人ということになります。はい。えー、まあ、かねてから立候補の意向を示していて、 たえー、まあ斉藤健、はい、経済、えー、産業担当大臣、ええ、経済産業大臣は,、ええ、はあまあ撤退で野田聖子氏もおやはり出馬断念ということで、はい、まああと青山剛昌氏も、うんええ、まあ、えー、今日中には出るか出ないか決まるわけなんですが、ええ、で、えー、この出揃ったところで9人というところ、うん、これ非常に多い大きな人数です、うん、で、えー、まあここまで。 正直、ですね、例えばあ、まあ、今あ,のあった上川氏、はいまあ、高知会とはもう,う、ねまあ、形式上はないわけですけれども、もう一人の、まあ、出馬表明といいますか、立候補者である林芳正官房長官と,長官とお同じ派閥、いわゆる岸田派の、まあ、重鎮2人が同時に立つと。うんはい で、えー、今度は保守う、アベノミクス継承であったり、外交安全保障の路線を継承するグループとしては、はい、高市さなえさん、はいえー、加藤勝信さん、お<ー>そしてこの番組にも出演された小林隆之さんとですね、まさに、 三分で,、ね、です。よね。加藤さんも昨日ね、あの、電話で繋いだんですけど、はい、やっぱり安倍さんの、こう、継承というところで、うん、例えば外交安保でも、私は官房副長官って目の前で見てたんだからと、と、うん、いうような話されたりとか、その路線をかなりね、鮮明にされてましたね。はい、えー。この時に、一つ、まあ、今回注意しなければいけないというのが、はい、ま単純に言うと、うん、ま例えば、林さんと、上川さん。はい。あとは高市さんと、小林さん、加藤さん。うん。 あの一緒になった方が勝ちやすいじゃないですか。一本かみたいな話。うん、で、えー、なぜそれがあ行われないのか、まあ、これまさに派閥の首引きが外れたことで、うん、これだけ、えー、多様で多彩で、えーまあ、未来ある人材っていうのが自由民主党にはいるんだっていうことをしっかり示したいっていうのが、自民党側の意向と同時に、はい、もう一つは、あこれ、あの、 資金管理団体としての派閥はなくなるわけなんですが、えー、政策が近い人同士で形成される派閥を否定している人は一人もいません。うんうん、確かに。あ、はい、まそれがないとおかしいですよね。あの、政策や意見が近い人同士。まあ、かつての派閥はちょっと人脈とか、はい、どの選挙区を受け継いだかみたいな、そういうなんか、あんまり政策と関係ない理由で、まるま丸々張って、 っていう方がいたんですけど、そうではなく、政策が近いグループで、えー、再編成されている、うん、まあ、ニュー自民党内の党内派閥いはいそれを形成する選挙でもあるんだなと、<ー>えー、感じてます。つまり、この中で、まあ、例えばまあ、でも、まあ、あれですよね、公選法がないか言いたい方では言えるんですよね。<laughs> あ<の>まあ、言えますね、まあ、これに関してはね。例えば、林さんと上川さんで、はい。党員票どっちが取れて、 ええへへへ、議員票どっちが取れるんだっていうのが分かると、いわゆる自民党内の中道派の、うんはい、まあ、キャスティングボードというか、これからの派閥を率いる人が決まる。うんそして、えーまあ、保守派あ、はい、というふうにまとめられることが多い、えー、高市さん、小林さん、あ加藤勝信さん、うんえー、も、今後やっぱり一緒にい,、まあ、いろいろ政策立案をしたり、または、あ まあ、あの、政権を狙っていくときの中心人物、対象ひとまず誰なんだっていうのをえ明確にさせるうところでもあり。で、そしてですね、今回の場合、決選投票、ま、間違いなく1回目では決まらないので、決選投票に残るのが誰かというときに、しっかりとした、例えば財政であれば拡張的な財政政策を維持して、または高圧経済、 ええ、ちょっと景気が加熱してるぐらいのラインというのを維持することで労働者の移動っていうのを促進するのか。つまり、今より高い給料あるところにみんな移りますよね。ええ、じゃあ人材が流動化しますって路線を取るのか、またはすでに小泉慎次郎氏が言ってるように、解雇しやすくすることによって流動化というのを高めていくのか。つまりは解雇しやすいってことは雇いやすい いうことでもありますんで、んじゃあ、そうやって高圧経済型、景気が良いので、はいえー、労働者が自分から辞めて別のところに移るを取るのか、首にしやすいから雇りやすくなるっていう方を取るのか、うこういった部分、えーまえー、注目しながら、なんかね、同じ意見または、まあね、決選投票二人が誰が残るのかによって、はいえー、大きく違いますし、まあ、さらに言うと各世論調査、 党員党友つまり投票権ある人に絞った調査というのは、ごくわずかです。うん。なので、でね、そう、わからないっていうのが、うん、あ正直なところだと思いますね。うん。まあね、あのー、うん、結構個別の政策についてもいろいろスポットが当たってまいりました。七、うん、示またいで、えー、続いていきます。自民党総裁選についてニュース七示またぎです。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、飯田さんとは実は明日も、 はい、一緒にお仕事させていただくということで、えー、飯田さんの YouTube ライブに私、お邪魔すると。 ありがとうございます。い,ますいや、とんでもないとんいです。すいません、本当え、えー、えー、<laughs> 動画になるっていうのはですね。ダブルになる。多分そう、どうなるかわかんないんです。<laughs> え、適宜どうなんだ <laughs> そう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 。そこの部分はあるんですが、うん、えー、え、耳だけでも貸していただければということを言いまして。はい、まあ、ああのー、いろいろね、まさにこのお、自民党総裁選とかアメリカ大統領選も含めて、はい。まあ、あ言論のこう、空間どうなっていくかとか、そういう話を。そうですね。まあ、ああの、まあ、えー、明日、YouTube l i v う金曜日の夜7時半。はい。19時半から、 うんまあ、日本の経済と社会に起きている変化、うん、その中でのメディアの役割というのが大冗談に構えたところで、はい、まあまあ、えー、ひとまずは自民党総裁選、えーうん、を入り口にお話をして、はいえー、そもそもですね、えー、じゃあこの、これからのメディア、うんうん、日本、これ両立てで、はいえー、未来あんのかと。 えー、えー、いうところを議論したいと思います。はい、はいえー。ぜひ7時半から、えーえー、最初30分無料で公開もあります、はい。その後はちょっと会員限定になりますがよます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、さっきね、あのー、もうすでに総裁制についてのお話の中で、開校応期制だとか、うん、労働法制について、そう、思い出したんですよ。あのー、私の親父 っていうのはですね、ちょうどオイルショックの時に、社会に出て、はい。だからもう就職苦労したんだと、うん、就職氷河期の話をしてたら、いや、俺も苦労したんだよって話が出てきて、うん、で、ただ、その後の景気が良くなったところで、はい、彼は転職をしてるんですね。うんうん、だから、ある意味、こう、景気が良くなれば自然と流動性は増すっていう部分はあって、<laughs> そこをなんか後押しするようなことができれば良いのかなとも思ったんですが、その辺どうなんですかうん、そうなんです。あの、あともう一つはですね、えーえー、小泉慎次郎氏など、 が主張する解雇規制について、はいえー、もですねその実際に解雇規制が緩和されたら、うん、バンバンクビになるか雇用が不安定になるかというと、はい、これ必ずしも明らかではないんですよね。うん、で、えー、そう考えるとしっかりとしたあ私は高圧経済って呼ぶことが多いですけれども。はい 景気の裏付けがある中でこそ、そういう自由化とか、うえー、そういった政策は効いていく。はい、ただ、ちょっと私、小泉氏の政策提言、うん、で気になるのが、個別の小さな論点はたくさん出てくるんですけれども、はい、例えば、まあ、ライドシェア。うん、それはあの、ライドシェアに参入したい企業にとっては、めちゃめちゃでかい話ですよ。えーえー、なんですけど、え タクシー拾いやすくなると、日本経済が成長するっていう。あの、何かすごく、個別企業の話、または個別産業の話が多くてですね。 例えば、まあ、小林高之氏もそう、高市氏もそうですけれども、もっと、じゃあ日本の国家戦略として、どういう産業に、はい、そして、どれだけの財政資金をつけながら、うんえー、育成していくのか。はい、またはここは自由化することで民間活力を活、えー、かしていくのかっていう、うん、でかい ところがなく、何か、うん、えー、これあの、親父さんの話になってしまいますけれども、はい、えー、優勢解散、えあれもワンテーマ、ザワンテーマ、ね、あーだったわけですね。はい。そのワンテーマ、小泉純一郎氏。うん。小泉純一郎氏。うん、随分、うん、ちっちゃいワンテーマを押すな、っていうのは正直なところで、はい、で、ただですね、やっぱり今回、まあ、正直なところ、これもね、えー、いわゆる、 公職選挙法に規定される選挙じゃないから言いたい放題なんですけど、<えー S 2> まあ、大本命ですよ。はい、小泉進二郎さんが,がね。はい。大本命の余裕なのかっていうところもある、ありますよね。<ー>ですからあ、あんま細かいこと言って波風立てるよりも、はい。ふわっと通るんだから、うんうん、要は、あの、自分からじ、あの、こけていく。はい。自分でこけなきゃ大丈夫なんだから、こういうふわっとした感じ。 いわゆる国家間等ではなくて、個別産業とか個別企業とかの要求を入れていくっていう形式なのか。あ<ー>それとも本当にまあそういった対局観国家間っていうのはあまり明確でないのか。はい、うんこういったところを明確にあの、明らかにしていくためにも、しっかりとこれからあの期間、今日を履行者が確定するわけです。はい、そうしたら、 公開討論を。しかもですね、一応記者クラブでの、はい、討論があるんですけど、うん、9人で90分そう。無意味ですよ。9人で90分。1人10分ですからね。割、うん、るとね。バカみたいで、うん、あの、いろんな組み合わせで、はい、いろんな組み合わせリーグ戦じゃないですけど、うん、リーグ戦方式で3人が限界なんじゃないかな。3人、せめて1時間。 できれば2時間っていうのを、ちゃんとね、メディアの方も焚き付けてやらないとで、それが難しいんであれば、メディアだとまあ公平性云々だったら、やっぱね、ここは様々な動画配信サービスが活躍して、ちょっと制作の中身話させないといかんと思いますよ。 そうなんですよね。うん、なんかね、もうすでに一部というか共同通信がこれ、えー、報じてましたけれども、うん、まあ、あの、自民党本部、あるいはこの戦艦としては相当公平性に気を使ってと。うん、だから、どちらかというと、こう、量の公平の部分に気を使って。 でくださいねみたいなことを、各メディアに対しても私を出しているという報道があって、まあそうするとね、じゃあ9人横並びで1人10分でそれで90分番組終わっちゃうよみたいなこと。そんなんじゃこれ数字も取れないよねっていうふうにまあ考える人たちは出てもおかしくないっていうね。厳しいですよね。公職選挙法がないのになんかそれと類似したものに縛られてしまうというような。 うそうえー、これ9人はね、正直、無理筋がありますよ。9人で討論ってしたことないですよ、はい、私も。いやー、本当これがね、また、あの、横からわーわー入ってみたいな、うん、もうバトルワイルみたいになってくれるんだったらいいんですけど、その、時間の公平まで求められたら、うん はい、次はあなた。はい、次はあなた。チーンってなるまでですよ、みたいなことになってしまう。<laughs> だまあ、あれですかね。日曜討論、NHK の、はい、日曜討論方式ですかね。朝生方式だったらまだね、っていう。まあね、そう。 今の朝生だとまたちょっとそれはね、わかんないですから、司会者が何してるかわかんないとか、そういう意味ではないと。あのそね、その往年のってことになると、あれ入ってんのは麦茶かみたいな話にもなったり、バカ野郎とかいきなり出す人がいるっていうのもね、それはそれでまた議論にならないかもしれないですね。いや、ですから、こっから個別の論点で言うと、やはり重要なポイントは、財政政策のスタンス。 どのぐらい拡張的で、どのぐらい緊縮的なのか。うん、<laughs> で、えー、必ずしも私、現在の状況で、手放しでは、うん、あ拡張ではありえない。または、こん原発の問題。はい。そして防衛費の問題ですね。うん、こういったところに注目した議論が戦わらせされてほしいなと。うん、はい。おはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。えまずは気象台風に関する情報です。台風13号は発達しながら日本の南の海上を北西に進んでいます。 気象庁によりますと台風13号は今週土曜日から日曜日にかけて暴風域を伴って南西諸島に接近し沖縄など南西諸島では土曜日から大荒れの天気になる見込みです台風13号は土曜日には強い台風になり 日曜日午前にはさらに発達して、中心の気圧は965ヘクトパスカル。中心付近の最大瞬間風速は50メートルで、猛烈な風が吹くと見られます。台風に関する情報をお伝えしました。では、この時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカ大統領選挙、ハリス候補とトランプ候補が初討論会で非難論戦。 アメリカ与党民主党のハリス副大統領と野党共和党のトランプ前大統領による初のテレビ討論会が現地10日日本時間の昨日午前東部ペンシルベニア州フィラデルフィアで行われました争点となる経済や移民人口妊娠中絶問題をめぐって激しい論戦が展開されました えー、今朝の東京の最終版の一般誌5市がこの話題一面トップということであります。まあね、えー、日本でも生中継されていたりとか、あるいは動画サービスとかね、うん、ご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども。まあ通常であれば、2回目の討論会のはずなんですけれども、1>, はい、まあ1回目はね、えー、バイデン氏であり、はい、そして1回目の討論では、あ どの世論調査を見ても、圧倒的な、うんあまあ、トランプ氏の優勢というのが伝えられてきた。はい、これが大きく、まあ、転換したというのが、今回の、うん、お討論会の大きなあ変化なんじゃないかなと思います。うん、さあ,あ、現地アメリカではどう捉えられているのか、ここでですね、ワシントン在住、スティムソンセンター東アジア共同部長の辰巳幸さんとつないで伺ってまいります。辰巳さん、よろししくお願いいますはよろしくお願いします。 この初対決ですけれども、まずは辰巳さんご自身どうご覧になられますか。ええ、あの私もあのこれはハリスとトランプが。 直接対決する唯一の機会かもしれないので、唯一あの非常にあの注目して見てました。<ー>っていうのは、この後の日程っていうのはあの、討論会全く決まってないんですね、<ー>なので、はい、これが唯一かもしれないということで、<ー>はい、私もあの普段はダイジェストしか見ないんですけれども、<ー>昨日は最初から生放送で見てお,りましたおなんか最初、ハリスさん、緊張してたような感じもありましたけど。<laughs> うん そうですねやっぱりあの最初の方うは、まあ、ハリスさん自身も緊張してたということ、それから、えー、トランプさん自身が、あのー、ちゃんとアドバイザーの言いつけを守って、はいあの、政策面でのメッセージを出すということに専念してたので、うん、そういったことも多少影響してるんじゃないかなと思いますなるほど、それがやっぱり長くやると、だんだんこうどうですか、トランプさん、じれてくるような感じがあったんですか。 そうですね昨日はまだ、もちろんあの冒頭、少し、まあ、ハリスさん、緊張してはいたんですけれども。はい 最初、あの、入場した時にも、討論会が始まる前から、自分から、あの、トランプさんが立ってる演の方に歩み寄って、よろしくお願いしますみたいな話で、握手を求めたんですね。で、これ、あの、非常にトランプさんの方は予想外で、<ー>でも目の前に立っているのに、あのあ、手も差し出されてるのに、無視するわけにもいかないんで、んあの、あーっていう感じで、まあ、応じざるを得なかったと。で、なんかこう、最初から調子が崩,崩れてる感じはしたんですよね。トランプさんにとっては。 そこからの討論会が、まあ、15分ぐらい過ぎた頃からですね、はい、ハリスさんが、まあ、あの選挙集会のトランプ大統領、トランプさんの,あの選挙集会の規模が。いい 話がつまらないから、途中で帰る人が出てるとか、そういう、こう、ちょっとずつちょっとずつ嫌味を言い始めて、挑発し始めたらですね、はい、もう完全にあのアドバイザーの言いを忘れて、<ー>その挑発に乗ってしまって、でもうあることないことっていう、まあ、いわゆるトランプ節ですよね、うん、のオンパレードになっちゃって、うん、もう一方的、ほとんどハリスさんのペースで一方的に討論会が進んだような印象ですね。なるほど えー、スタジオイーダースキさんもいらっしゃいますあ明治大学の飯田でございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますちょっとその断片的な発言もそうですし全体の印象として、えーまあ、例えばですね8年前の当選した方の大統領選の時はこのトランプ武士というのがある意味、ねはい、多くの有権者の一部有権者の心をつかむというところがあったかと思うんですけれども、はい 今回、犬猫を食べてるもそうですし、出産したあ子供っていう話もそうですが、なんとなく空振りしてるイメージになるんですが、いかがでしょう。ええー、もうそれは本当にあの先生のおっしゃる通りで、あのー、これはあの8年前の、私気になったんで、ひらりさんとの討論会の様子、もう一回ビデオで見直してみたんですね。おおはい そうしたら、うんあの、ヒラリーさんとハリスさんの、うも全然違ったんですよ、うんうん、つまり、ヒラリーさんのほうは、何かこうトランプ大統領がトランプ部署を炸裂させるたびにこう、しかめっ面になっちゃって、真に受けてる感じで。うんうん こうなんか、しかめっ面のまんまっていうシーンばっかりだったんですね。それが、あの、ハリスさんの方は、もう全然動じないというか、まあ、あの、ちょっと口の悪い言い方をすると、なんか変なおじさんがまたなんか言ってるみたいな、こう、小馬鹿にしたような感じ、まあ、嫌な感じはしなかったんですけれども、もう全然相手にしてないっていう感じの反応で、もうあの、ボディーランゲージから、全体からそれが出てたんですよ。でそういうこともあって、こう、トランプ節がもう空回りしちゃうっていう、そういう結果になって、 なんかあの強調されてる、うん、強調されてしまったような感じはしますねなるほどで、まあねえー、大統領選に向けてって、まあ、そうすると、これ、かなりハリスさんが得点稼いだって感じになるんでしょうかまあの討論会直後の印象を聞いた世論調査では、ハリスさんが勝ったって感じた人が、うん、まあ全体の65%弱ぐらいですかねで、まあの。トランプさんが勝った っていうふうに、まあ信じてる人が、まあまあ、残りぐらいいるんですけれども、これはまあどちらかというと、トランプさんの固定思想ですよね、おそらく。っていう感じがします。ただ、この後にとったあの、それぞれの,あの政策問題についての両候補の意見っていうのは全く動いてないんですね。なので、ここがまあハリスさんにとっては、まあ今回の討論会はうまくいったんだけれども、 うん、あんまりこう気を緩ませているといけないっていう、うん、そういうところかなという感じがします、えー、やっぱりキーになってくるのは、そのスイングステートと呼ばれる、揺れる7つの州、そしてその、まあ、無党派層というか、中間層というか、そうですね、おそらくそうだと思います。そ,そこに対してのアピール度っていうと、どう思われます、今回は。 で今回あの、妊娠中絶問題なんかで、ですね、うんはい、ハリスさんからも明らかに、そういう,こう無党派層というか、あるいはあとはまあ共和党の支持者の中でも、トランプさんは嫌だなと思ってる人をターゲットにしたようなメッセージが、すごく随所に出てましたねうーんなるほど。うんで やはりあの、中でもこれ、日本だとそこまでの論点にならない、中絶についてもなんですけれども、かなりあの、トランプ氏の影響が強い州だと、まあ、中絶に対して厳しい、まあ、合関等でも例外を認めない禁止法などが出ている。こういったところは、中間層にとっては、まあ、民主党、内緒ハリス氏を支持する要因になるんですかね。はい。 そうですね、そこの,その厳しい法律が通ってる州の,、うん、あの法律の結果、まああの、そういう被害ですよね、うん、あのに,にあった女,女性の状況っていうのを、彼女がすごく生々しく語ったんですね。うん、だから、性被害をようやく生き延びたのに、12歳、13歳の女の子に、うん、そ子供を産めというのかと。うんうん で、そういう厳しい法律のことをトランプ版っていうふうにもう名前を付けちゃったんですよ。うんうん、なので、そういったラベル貼りというかレッテル貼りを今回、はい、ハリス様すごく効果的にやったなと思います。なるほど。わりました。辰巳さんどうもありがとうございました。またいろいろ教えていただければと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いします。えー、スティミソンセンター東アジア共同部長、辰巳さんとお送りいたしました。 えー、今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。おはようニュースネットワークの最中に北朝鮮が弾道ミサイルを発射したということ、そして海上保安庁によりますと、すでに落下したと見られるということであります。また、韓国の、韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が日本海に向けて弾道ミサイルを発射したということを明らかにしているということであります。 えー、7月、7月1日以来の発射だとういうことでありますが、えー、折しも9月9日があ、北朝鮮の建国記念。う,ん、うん、この辺りで何かやってくるんじゃないかと言われてましたけどね。なんで2日、少し遅れたんですかね。そう,そうなんですよね。うんねうん、えー、まあ、詳しい分析はまた出てくると思われます。えー、では、続いてニュースプラスワン取り上げるのはこちらです。 アメリカ8月の消費者物価指数上昇アメリカ労働省が11日に発表した8月の CPI 消費者物価指数は前の年の同じ月と比べての上昇率が2.5%となりました伸びは市場予想の2.6%を下回りまして7月の2.9%から鈍化した形となりました 一方で、まあエネルギー貯金を除くいわゆるコア指数というものは、うん、まあああ3.5ぐらいだったという、ねああ。年率換算でですね。でですねはい、はいえー。出てきています。まあこれこのあたりでどうなんですかね。はい、えー。まだら模様ではあるんですけれども、はい、消費者物価指数明らかにアメリカ伸びが鈍化しています。うん、で。えー まあ,あ全部入れた。すべての消費に関する消費者物価、はい、あの上昇率2.5%。はい、これはあのお正直ちょうど良いぐらいのお物価上昇率であります。アメリカにとっては、はい、日本だとねもう1%台後半でももう、えー、物価上昇で、えー、生活破綻でっていう話になっ 利がちなんですけれども、メディア。はい、まあ2、2%台は、えー、日本以外の国ではごく一般的な物価上昇率です。でえ、一方でえ懸念されるのが、はい。えー、壊し数と呼ばれるエネルギー、食品を除く物価指数。えー、これが思ったほど下がんなかったと。というのもですね、はいえー、今回の消費者物価指数の伸びがあ、比較的抑えられたのは、原油価格の低下。 それに伴うエネルギーコストの低下というのが大きいんですね。うんうん、で、えー、だからこそ、基本的にアメリカの金融政策は、このエネルギー食品を除いた物価指数で、はい、を目安に動きます。うん、だから、うん、利下げ、実はちょっと前までは、0.25%ではなくて50、0.5%、はい。あ ま、50ベースって言いますけれども、うんはい、0.5%下げるんじゃないかって言われてたんですけど、まあ、それは、なくなったかなって、いうエコノミストが多い。ただね、はい、これ気をつけなければならないのは、日本銀行の場合、日本銀行の場合は、はいえー、これから何か政策やるよっていうと、えー、ちま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 メディアにちょこちょこ情報をリークしてばらして、はい、みんな知ってるよって状態になってから政策発表します。うん ところがですね、アメリカってところがってか日本がおかしいんですよ。うん、あのー、あ、普通はそんなことない。普通は、あの、いきなり思い切った政策っていうのが出てきたりする。はい。まあ日本もね、黒田総裁の時はそうだったわけですけれども、なので、まだまだ0.5%バツンと下げる可能性はなくなったわけではないですが、こういうのマーケットコンセンサスっていうんですが、<へ>0.25だと予想するエコノミストが多数派です。おー。うん もうこれもなんかね、日によって揺れるみたいな感じでね、うん、あの、五分五分だよとか、六四で五十ベースは下げるんじゃないかみたいな日もありましたね、先週あたりは。ま、あの、あくまで、えー、エコノミスト、ないしはマーケットの予想にすぎませんので、はい。で、えー、0.25か0.5かは、蓋を開けてみないとわからない。事前のリークとかもないと思います。うん、ないと思いますってかね。やってるのは日本銀行だけですから、いいんですけれども、うん そうですよね。普通は、だから来週の14、18で、うん、まあ FOMC、政策決定の会合があると。そうすると、その10日前からは、まあ、ブラックアウト期間って言うんですかはい、はい、基本的にはメディアには何も喋っちゃダメだよっていう期間が、うん、発生するんですよね。そうなんです、そうなんです。それが当たり前だし、うん、だって、こういう相場情報って、はい、事前にバレたらそれ使って、うん、トレードできてしちゃうわけですよ。儲けられちゃう。儲けられちゃう。インサイダー取引だって言ったって、はい。さ 知り合いの知り合いとか、<ー>親戚の何とかまで行っちゃえば上がれしないんですから。あのー、やっぱりね、それは控えるべき、そういった疑いを差し挟ま、差し挟むことができるような、えー、情報の取り扱い、日本銀行はやめるべきだと思いますけれども、ただ、私は日本、あ、このアメリカの話に戻ると、はい、50ベース下げるのはあり得るんじゃないかと思っています。で、えー、なぜかというと、はい、エネルギーコスト、 原油価格、ガソリン価格の低下あというのが見られる。これってアメリカ景気の先行きへの、むしろ不安が高まってるんですね。ああ。ガソリンの需要が減ってるっていうような見方もできる。まあ、そう。今は減ってないんですけれども、ええへへ今後アメリカの景気が悪いんじゃないかっていう読みをする人が増えてきたから、原油価格下がってるんで、はい、これはむしろ、 壊し数には入ってないけれども、警戒すべきポイントなんじゃないかと思います。う,ん、うん。まあ、コロナの時は、引き締めを遅くなってそれで批判された。うんはい、今回は早めだともおかしくないかもしれない。そう,そうです、そうで、ん、す。ですから、アメリカってね、この政策の機動性非常に高いので、まずいと思ったら、もう連続で下げてきます。うん え今週は、新行アナウンサーが、ま、お休みということで、は崎ささんに今日は手伝ってもらってます。はい。お願いします。お願いします。そして、今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、この時間は、ここだけニュース。日銀、中川審議員、実質金利は極めて低い水準にあると発言。 日本銀行の中川審議員は11日、実質金利は現在極めて低い水準にあるとした上で、先行き日銀の経済物価見通しが実現していくとすれば、物価目標実現の観点から金融緩和の度合いを調整していくことになると述べました。 えー、これが、まあ、直近十、うん、またね、十九、二十日と、金融政策決定会合が開かれますが、ここに向けての利上げか、みたいな。昨日は相場触れましたね。うん、まあ、ただですね。はい。この状況で、えー、利上げを決定する、こ 可能性も、まあ私は低いと思ってるんですけれども、何よりもですね、えー、こんなにやつぎ早に利上げをするような物価上昇が全く存在してないんですね。これで連続利上げをするようであったら、まあ正直、前回の利上げも内外から批判出ましたけれども、はいえー、連続利上げをしたら、もはや日本銀行はその、 日本経済を悪くするために努力してるんじゃないかっていうレベルになりますんで、まあ、考えづらいとは思うんですけれども、はい、ただですね、はい、この、まあ、中川新議員、えええー、実質金利は現在極めて低い水準にある。金融緩和の度合いを調整っていうのは、まあ、ザ・日本銀行を公式発表。 そう、はい、なんですよね。<laughs> あのー、で、実質金利って何なのかというと、えーえー、例えば、金利10%、1年間10%でお金を借りたとしましょうと。1>, はい、1年後に100万円借りたら110万円返すってことですよねと。うそうですね。ただあ、その間に、まあ、えー、いろいろ給料とか商品とかいろんなものが20%値上がりしていたら、うん、あどうだろうと。う なんかあの、返すの楽になるよね、と。うんう,んう,んうん。これ、売る側だって、かんな借りる側、ああ、の、貯金する側だってそうです。はい。貯金する側、100万円貯金して110万円になったけど、その間に20%物価が上がってたら、うんうん、110万円にお金の金額は増えたけど、買えるものは減っちゃう。うん。っていうことで、実際の額面の金利から、はい。インフレ率。はい、まあ、 正確には予想インフレ率を引いたもの、うん、これを実質的な金利、実質金利と言います。はい。で、えー、現在、短期金利は0.25%。うん。物価は、まあ、予想物価って、はっきりした数字じゃないんですけれども、大体2%内外 2>。はい。なので、短期金利は、えー、実質の短期金利はマイナス1.75、0.25匹2。2> うーん。 えー、マイナス1.75なので、極めて低い。うんまた長期金利で言うと、はい、今長期金利、10年もの国債利回りが0.8から9。うんここから2%引くと、マイナス1ぐらい。マイ,はい、強マイナス1だから低いって言うんですけど、この実質金利っていうのは、絶対水準なんか大して意味ないんですよ。 で、えー、中立金利と呼ばれる金利より、はい、高いか低いかが重要なんです。で、えー、今の日本の中立金利は、はい、マイナス1%前後と言われることが多いです。うん、中立金利というのは景気を冷やしも温めもしない。金利の水準がどのくらいであろうかというと、はい。そう。で、長期金利が今マイナス1あるかないかなんか、まあ似たようなぐらいの水準なんですよね。うん。なので、 明らかに低いとは言えないんです。<ー>絶対水準は実際低いんですけれども、はい。じゃあ、中立金利と比べて、今、中立金利を引き下回る景気刺激的な金利水準かって言われると、うん、まあそこまでじゃないんじゃないっていうのが正直なところ。で、えー、前回7月31日の無理くりの利下げでも、まあ、気づかされたように、今、アメリカ経済、景気の先行き、 に、うんケレ懸念が出始めてる。はい。だから、利下げし始めてる。アメリカは利下げ。うん。ここで日本が、利上げ、上げバイアスを持って利上げ方向に動いてったら、動く必要あるそもそもと。うんう,んうん。まあ、唯一やっぱりこのお、低金利の問題だというふうに言われたものが、はい。この円安が進んで大変だと。はい。私はそう思ってないんですけれども、うん,う,んうん。円安、 むしろ円高傾向になってるじゃんと。だってアメリカ金利下げんだもんと。う,ね、うん。一頃160円だったのが今140円まで来てると。うん、で、これまたね、140円でも円安だって言うんですけど、はい。だいたい企業の想定為替レートとか、えー、心地よい為替レート水準って、130から140ってアンケートでも答えてるじゃんと。うん。うん。その、無理やり、ここで住宅ローンにも影響が大きい短期金利を引き上げて、景気を冷やす、 必要が全くないのに、金利を上げようとしている。うんうん、または金利を上げる準備、姿勢を崩さないっていうのは、ちょっとそろそろ日本銀行の行動が、はいえー、弁を理解、可能<ー>あ、不可能な領域に入ってきてると思うんです。合理的な説明がつかない。つかないかと。で、えー、実際ですね、はい、これで日本の、まあえー、物価水準、インフレ率を見ても、うん そんなにね、最近落ち着いてきてるじゃないですか。ええええ物価の上昇が。これがね、難しいのが、確かに政治的にはですね、物価上昇してるって言うんですよ。いや、これ、正確じゃないです。物価上昇したんです。うん。あの、すでに過そう。で、一方で、金融政策っていうのは、これからの物価に対して行っていく政策です。 なので、いやいや、こんなね、物価上昇大したことないっていうと、多くのメディア、あ出演すると、いやでも、これが高くなったとか、あれが高くなったっていうんですけど、それも高くなっちゃったんです。えー、で、えー、重要なのはこれから先の物価上昇予想なんですが、こちらは2%を切る数字が増えてきています、うんえー。日本銀行自体が発表している見通しでも、1.9から2%。 ぐらいまた大きな値動きエネルギー等の大きな値動きをするものを除いた、まあ、貴重インフレ指標こちらも2%切ってきてますここで、えーまあ、利上げをする理由ないんですけどなんかこのね、はい、どうも日銀は実質金利は今絶対水準が低いので <laughs> 金融緩和の度合いを調整していくという名前の利上げをやる。 っていうのが公式見解のようですが、それの意味するところは慎重に判断していく必要があると思いますんなんかね、あの人に言わせると、利上げ、<laughs> この引き締め、日銀の DNA なんだと、うん、そうですね、これはあの人というよりもお住田総裁かな、はいあの、元総裁が明確にそう言ってるのでお<ー>あの、そうなんだなと、だろうなと思います、まあ、この組織ってのは、もともとインフレに対しての戦い、インフレファイターだったと。うんうん だから、やっぱ、ちょっとでも物価が上がるっていう兆候があったりとかすると、もう、利上げだ、利上げだになるんですか、うん、もうね、兆候っていうより、ちょっと自己目的化してる部分はあるので、はい、それを、黒田総裁の10年が、だいぶ緩和はした、と思います、はい。やっぱり、でも、人の記憶だとかっていうのは <laughs>、そうそう変わんないんですか行動様式がるのが。まあ、あとはね、金融業界としては、単金利引き上げになる と、各社が積ん、各銀行が積んでる、日銀東西預金残高につく金利が上がります。はい、要はですね、はい、補助金額が増えることになるので、<ー>短期的には金融機関は、はい、利上げ、もちろん好むんですよね。だって手取り増えるわけですから。確かに。それをね、なんか、経済番組とか、はいあ 経済新聞とかだと、金融界がこう言ってるっていうんですけど、それは補助金増えるの嫌だっていう会社ないでしょう、ね、うん、ね。それだけの話ですよ、うんえー。スクープアップでありました。このコーナー含めて、えー、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。